さんもお風呂入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということでまた来ている皆さん入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージはのんのん ig9@gmail.com、 nonnonig 数字の9@gmail.com までお待ちしております。XQTwitter でもハッシュタグシーパルシープをつけてメッセージやコメントいただけるととても嬉しいです。それではお時間まで私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください。皆さんこんばんは、シーパルシープオーナーのノンです。本日も第6夜、もう6回目、早っ。よろしくお願いします。なんかさ、5月ももう17日、今日は前の日に撮ってるので17日です。早くないですか？もう2週間と3日が過ぎて、もうすぐもう5月も終わって6月になって、もう絶対もうすぐ2024年は今年も早く終わると思うんですけどどういう出だし？そう、なんか最近朝と夜はちょっと寒くて、で昼間はめっちゃ暑いし、でクーラーもかかってる。何が起こるか分かりますか？皆さん風邪をひくんですよ。私もまあまあと風邪をひいて、まあ今はだいぶ良くなってきてるんですけど、もう声もねこんなちょっとなんかしゃがれて最悪です。朝起きたらまず喉がガラガラしててね、えもう皆さんも気をつけてください。なんか季節の変わり目なのかな、まだだからね、え、体調を崩さないようにたくさん寝てたくさん食べて毎日ハッピーでいきましょうさて第6夜のの本日のおすすめは、チャラララララン、チャラン、大人。はい、だいぶ広いテーマですね。皆さんちょっとメール送りにくかったかなごめんなさい。私は多分そういうテーマが今後多いかもはい、なんで大人っていうテーマにしたかというと、私ちょうど20歳今なんですけど、でも私は20歳で成人の年じゃないんです。法改正されて18歳からになった年、なった年代なんですけど、でも法改正で18歳っていうのが施行される時は19歳だったので、なんかもうよくわからないまま成人になったんですね19歳のあれって1月1日からだっけ、4月からだっけ、あんまり覚えてないんだけど、まあ、19歳の時に、まあ、今日から成人ですよとか言われて、何のこっちゃ分かんないですよね、そんなこと言われたら成人の自覚もそんなにないまま20歳になり、やっと成人式に行って、あ、ちょっとは大人になったんだなと思いながら過ごしている今日この頃なんですけど、でもやっぱり小学生とか中学生とかに想像してた20歳よりはもう全然子供、もうなんかもっとお姉さんだと思ってました
なんかその感覚は多分皆さん一緒じゃないかなと思うんですけど、多分これは今私が20歳だけど10年後30歳になった時も多分同じことを思ってると思う。30歳なんてまあなってみてないと分かんないからね大人か、大人って言えばなんか最近あちょっと大人になったかもっていうエピソードで言うと、家族で出かけたりするときに、じゃあ誰の車で行くっていうときに私の運転が候補に入ってるっていうのが、あちょっと大人になったかもって思うようになりました。思うようになりました。なんか変だな、大人だなって思う、大人にちょっとなったかなっていう出来事ですね。それがやっぱ免許を取るときに自練に行くじゃないですか。自練、沖縄って言うと自練、なんか地域によって言い方が結構違うらしいですけど、自動車学校に行くじゃないですか。もう私本当にトラウマで運転めちゃくちゃ下手くそだったから、今もだからもうなんかもう毎日行くのが嫌で嫌で、もう怖くて、もうその当時はあの道で運転してる人たちを見て、もうみんなすごい、みんなこんなカモを突破して、みんなもうこんな地獄のような日々を味わって運転してるんだとか思うと、もう全ての大人をその頃は尊敬してました。もう悪い人も運転できてたら尊敬してました、本当にじゃあそんなところで私の大人と思ったエピソードは終わりですいや待って、もうちょっと話そう。なんかまず何ができた大人かっていうのがあるじゃないですか。なんかなんて言えばいい、なんかね、例えば自分自身の機嫌をちゃんと取れるようになったとか、自分が悪くなくてもまずはちょっと謝れるとか、それはちょっと違うの、わかんないけど、それを考えた時に何が大人かってまだわかんないっていう答えになって、私先週お休みだったじゃないですか、このラジオ。だから2週間くらい考えたけど出なくて、でも考えてみると2週間で出るような答えじゃないなと思って、なんかそれを皆さんに今後教えてほしいなっていうメールとかでもなんかね、日々なんて言うとしたんだっけな、あれ待ってやばい、なんか日々やっぱ、あ、そう思い出した、あの大人だな、大人になったなって思える、大人になったなって思えるようなことがたくさん増えてきてはいるんですけど、やっぱ忘れちゃうね。あの時の感覚を大事にしないとね。日記をつける習慣を身につけたいです。私は三日坊主なので1月1日とかから日記を始めて、1月2日までは続いてるけど、2日目から忘れちゃうとか全然あるので、もうそれも直したいね、大人になるからには。ってことでメールに行きますね。今日もいっぱいメールが来て、4通も来てありがとうございます。では、のんちゃんこんにちは、ヤンキチです。テーマ大人、よく大人なんだからとか聞きますよね。年齢で良ければ大人ですが、年齢で見れば大人ですが、いつまでも少年のような子供心だけは忘れずにいたいです。大事ですよね、少年のような子供心。私はもう心はいつでももう5歳です、本当に今日ね、ちょうどなんかギノアのグループラインで
なんか明日一緒に収録したいんだけどどう？みたいな LINE が来てて、私授業してた、授業に行ってたので、あの見る、授業中はもちろん見れなくて、授業終わってみて、こんな嬉しい LINE が入ってたから、もうめちゃめちゃ喜んで友達にちょっと自慢しちゃいました。それくらい、なんか子供は5歳じゃない。心は5歳なので、いつまでも5歳のままで行きたいですね。はい。だいぶ喋っちゃったんで、ちょっと急ぎ足で行きますね。皆さん、こんにちは。ラジオネーム高坊です。あ、こんばんは。あ、こんばんは。形式的には、成人を迎えたら大人。昔は14歳前後で成人だったけどね。でも、テーマの大人は、知る分別のつく人かな。物事をよくよく考えている人よね。やはり人を傷つけないこともね。時に面白いことも言える人はいいよね。そうですね。14歳前後で成人って、めちゃ昔すぎますよね。多分、江戸時代とかの話かな。多分、寿命が、人生50年時代とかかな。そうですね。資料分別の作り人。そう、自分の思ったこととか、はい、気分とか、ちゃんと TPO に合わせてセーブできるのがやっぱり大人かなって私も思います。人を傷つけないのも本当に、そう、無意識に傷つけちゃうこととかあるからね。私も多分よくあります。なんか、結構私は、夜寝る前に反省会をしちゃうタイプなので、もう結構あの言葉だけ目だったかもとかよく反省してます。反省会を重ねることで大人になれたらいいなと思ってます。そうじゃないと反省会をやる意味がないのでね。反省ばっかりしても改善しなかったら意味ないから。じゃあ次、ラジオネーム沖縄大好き。のんちゃんこんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ大人。大人になってからはやりたかったことが増えました。おお、大人になってから増えるのがいいですね。お酒を飲んだり、好きなところに遊んだりはもちろん、ラジオを始めることができました。そんな僕の番組、沖縄大好きの、大好きを叫ぼう。この後、ヤッシーの共同売店と、猫丸のグッドナイトスリープの後に放送。今週は第3回目、お楽しみに。お、もう第3回まで行ってるんですね。おめでとうございます。楽しみ。私も、YouTube にもあるんでしたっけ？ちょっと私は、夜、あんまり遅くまで起きれないので、聞きますね、YouTube で。隣だからさっきも言ったけど、やりたかったことが増えるってことはすごいいいことだと思います。なんか例えば進路とか決めるときに、やりたいことないけどどうしようみたいな人が私の周りにも結構たくさんいたので、なんかやりたいことわかんないから企業決めれないとか大学決めれないとか、だから、すごくいいことだと思います。お酒も飲めるようになるのもね、いいですよね。じゃあ、最後のメールです。はじめましてですね。ヤンポーさん、いつもツイッターとかでリポをくださる。メールははじめまして。ありがとうございます。のんちゃん、ヤッホーして、大人って、未だに大人になりきれてない。何やり、あー、いい。ごめんなさい、ちょっと待って。さあ、ちょっと待って、ごめんなさい。パソコンがおかしい。仕切り直します。のんちゃん、ヤッホーして、大人って、未だに大人になりきれてない檻です。酒もタバコも未成年でやっていましたよ。めっちゃダメじゃないですか、それは。ただ、周りからはどう思われてるか知らんけど、で、メッセージはこんなでいいか。じゃあ、またメール送ろうね、って。めっちゃダメじゃないですか。私ちゃんと守りましたよ。タバコはまだ吸ったことないけど。ね、私ね、ちゃんと決めてたんですよ。20歳になってからお酒飲む。ちゃんと守りました。ね、でも、なんか昔は結構、今も緩くないと思うけど、全然変えないと思うし。
昔は結構緩かったらしいですよね。だからやっぱ20歳まで私は我慢してたので、9月なんですよ誕生日が。でそこそこ9月になると半々くらい、半分くらい二十歳になり始めてるくらいで、なんか結構誘われたりするんですけど、いや私はまだ誕生日来てないから飲まないよとか言って、ちゃんと二十歳になってから、もうね、二十歳の誕生日には飲んでない。多分なんかね、バイトだったはず、確か9月はめっちゃ、なんかその月の9月はバイトが、前にねやってたバイトがめっちゃ忙しかった気がするから、その日は飲めなくて、しかも確かに平日だったの。だから怖いじゃない、なんか次の日学校だし、初めて飲むのに。だからなんか週末とかに父さんと近くのセブンイレブンに寄って、なんかね、あ、パッケージは出てきてるんだけど、ほろ酔いじゃない、ほろ酔いじゃない、なんか3パーくらいのお酒、多分ね、もまじだったかな、を飲んだ記憶があります。美味しかった。でもね、まだ強くはないから、25歳くらいまでにはビールを飲めるようになりたいなって思ってます。お酒を飲むのは好きだから、なんかでも強くないんですよ結構。多分ね、飲みすぎたら痒くなっちゃったりするタイプなので、結構ね嫌なんですよ飲みたいのに。しかも炭酸も最近飲めるようになったんですよ。今までずっと練習しててやっと飲めるようになったから、なんていうの、炭酸も耐性がないから、もうなんかなんだっけ、ほろ酔いとか全部炭酸にお酒入ってるじゃないですか。ほろ酔いじゃなく、ほろ酔いとかなんていうんだっけ、あ、チューハイは全部炭酸だから、レモンハイとかもね。だからもうちょっとね、お腹の負担が大きいです。まあそんなこんなで、今日のメスの本日のおすすめは以上かな。みんなまだまだ大人には、おととい私ですけど、よろしくお願いします、これからも。それではじゃあコーナーの方に移ります。本日の店内 BGM、 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。早速本日の店内 BGM を紹介します。ビキビビリリーさんで80デニール。ビビリリーさんについて軽くご紹介します。福岡県出身のシンガーソングライターで、ヒップホップとか R&B みたいな曲調で、甘めの魅力的な、めちゃくちゃいい声が特徴的なシンガーソングライターさんですね。私がすごく大好きな方で、夜に結構聴いてて、なんかいろんなR&B にハマるようになったきっかけの方です。これ、このキキビビリリーさんと出会った日って結構鮮明に覚えてて、私は、高校生の頃、3年生くらいの寮にいて、で、高校1年生の結構ね、多分4月5月初めの方に、寮で流れてた曲なんです。寮、土日だったかな、寮、私がいた寮はまず朝ね、起きる時に6時45分くらいかなに曲が流れるんです。
で、その時の曲は本当に起きないといけないから、なんかアラームみたいな感じで、もう本当に、いや、聞いただけで、あ、朝だみたいななっちゃうから、結構嫌になっちゃうことが多いんですけど、そこで待って、ね、掃除だ。掃除の時に流れてた曲で、で、もともと、中学生の頃に、K-POP にハマってた時期があったので、なんか、まあ、K-POP って結構 R&B に近い曲調のものも結構多いじゃないですか。なので、最初聞いた時、なんか K-POP かなって思ったんですけど、あ、でも歌詞が日本語だと思って、めっちゃいい曲って思って、携帯で調べたら、キキさんのカフェイン中毒で、めっちゃいい。何この曲って思ったのをすごい、覚えてます。その日は確か、なんか土日で、土日はなんかボランティア清掃って言って、ボランティアに行ったら寮の点数っていうのがあって、なんか、ちょっと話すと長くなるので、まあ、なんか、違反とかしたらマイナスになって、いいことしたらプラスになるんですけど、その、寮の点数がつく、ボランティア掃除があって、で、そこに私はその日は確か行ってなくて部屋にいて、で、部屋にいてもまあ曲は聞こえてくるんですよ。結構爆音で流れてるから。で、部屋にいて聞いてたら、何この曲と思って、窓じゃない、部屋のドア開けて、で、なんか、携帯かざして、携帯に聞かせて、この曲何みたいな、やったのを超覚えてる。懐かしい。それからずっと聞いてて。で、最初はキキビビさんしか聞いてなかったけど、もうそれからどんどん R&B 聞くようになってて、結構有名どころも最近聞いてます。チェルミコさん、このラジオのオープニングのね、チェルミコさんとか、ヨナオさん、シラップさん、いろいろ聞いてます。もう本当にキキさん大好き。結構ね、声も好きだし、歌詞の世界観も好きだし。もうみんなさん聞いてください。あ、待って、めっちゃ時間がない。ちょっと、急いで喋ります。エンディングです。さて、そろそろシーパルシープも閉店のお時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日もノンのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週のノンの本日のおすすめは、よくある天気の話、会話の始まりにも天気の話、あ、会話の始まりにもなる天気のお話、そんなお話をずっとします。ずっとです。15分くらい。そんな、つまらないものにはならないと信じています。15分も天気の話するってないでしょ。メッセージは、nonnon@gmail.com、nonnonic@gmail.com までお待ちしております。来週の火曜日、5月21日の昼の12時までに送っていただけると嬉しいです。それではカフェイン中毒とともに皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。